お元気ですか？ペルシアンでございます。今日の夕飯は、麻婆丼でございます。この麻婆豆腐は西風なのでめちゃくちゃ辛いです。で、麻婆豆腐ね、今回ね、失敗しました。理由はですね、水分が少なかったんですよ。でね、また水分を増やせばいいとかね、そういう案も言いますけどね、これね、このペース、水分のペース配分が難しいんですよ。少なすぎてもダメだし、多すぎてもダメなので、少なすぎて貸したら味が薄くなってしまって決まりにくいっていうことがございます。今度はまたね、麻婆豆腐ね、久しぶり作ったんでね、今度は失敗しないようにね、作っていきたいと思っております。独特のね、調味料もございますからね。調味料じゃね、野菜ですね。葉ニンニクとかね、使うと結構ね、香りがいいんですよ。ね。なんとか手に入れたいと思っております。で、今回また久しぶりのね、味噌汁でございます。舞茸、人参の味噌汁でございます。お酒は、トリスのサイダー割りで今日は行きたいと思います。明日からね、また仕事再開でございます。私は仕事は大嫌いでございますけどね。まあそうは言ってられませんからね。頑張って、行ってまいります。はい。で、今日もね、一日お仕事お疲れ様でした。また一週間ね、よろしくお願いします。またね、プロ野球カード、開封動画、またやりますので、よろしくお願いいたします。今日のね、夕飯動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。それでは皆様ね、ありがとうございました。